つまりな、その医療も宗教も患者や信者を減らす責務があるんだよと。患者や信者を増やすのは間違いである。真理に反するということを動画をアップロード中に、また、帳場、ちょんぼで、超安全で爆音とか襲いかかってきたわけ。それに対してうちはクールに、あ、これ創価学会になったのか。ちょっと分かってたけど、混ざってんのは、いろいろおるな、おるとして。ただ、いろんな会社は全部創価学会になった可能性はあるけど、そうじゃないのも混ざってた。稀にちょっと。それは何でもイレギュラーはあります。ゼロか100なんて、ありえないから、地球が。生命体においてゼロか100は絶対にありえないから、イレギュラーは必ずあるのは分かった。ほとんどが創価学会の可能性がある。ね、それが今の実験で分かった。面白いでしょ。まあ、言われても、門真時代から大阪の、もう一番創価とドンパチやってたから、うち。で、その度に、門真におったから、超安全とバックホーム。こっち行けたら、しばらくしかこっちにも増えた。到着ぐらいに対してな。あ、だって、こっちの武器見に来てるところはそんな全然おらんかったもん。引っ越しするやいいなよな。その日に、おうち、創価学会の西浦のパパが、なんか怒鳴り込んできよって。どれだけで創価やと、まっすぐなかったから。この後創価滅亡すると、よく教えたけど、もう鼻真っ白なところに行くな。まあそんな感じで最初から分かってたことになるな。だってその全国的に広がるのとおかしいやろな。そんな急にそんなブームになれへんか。仕掛け人がどんだけおもろいネット住民だよな。宗教絡みに決まってるやん。で、令和新選組も関東連合もやっとるから、ちょうど、ちょうど、ちょうど、ってことは山本からも創価学会の人物やねん。で、まあ、2回話し込みって言ってるでしょ。令和は、令和、新選組がね。もろバレやん。で、また令和の奴らを観察しとったら、まあ、他人におるから、喫茶店で食べてたあの姿は、明らかに新興宗教のためだった。で、厚かましさんの新興宗教。独特なトントクスターみたいな。だから、はっきり分かった。それは、他の、なんかな、いろいろあれ、大川隆法とか、あんなもさ、ああいう食べり方や、似たの。で、創価学会もあんな食べり方や、実は。でね、若手だけちゃうで、おばあらもあんな食べり方や。知ってるから言うてんの。な、門真守口も、犯されたから、創価学会に。多治見も犯そうとしたんだよ。その先兵が、長安で爆音速になった。で、世も末だ世も末だとわーさーとおらしくやらしてんねん。で、創価学会って、すごいでしょって。その文脈に、おばあさんのいつものレトリック。レトリックと、まあ、大体詐欺文脈。詐欺的な論理回し。で、自覚あるやろ創価のおばちゃんが。ね自覚あったら病気になるわな、そら。病気にもなるわな。そんな悪事に自覚があったら。